金丸正也は宮崎県宮崎郡清武町出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。小学4年生から野球を始め、佐渡荒高時代に3年夏の甲子園に出場し、チームに甲子園初勝利をもたらす。その後、中部大学に進学。大学1年からリーグ戦に登板するも球速も時速130キロメートル前後であり、2年秋には、 左肩を故障。しかしこの故障を機に1日5食を貸し1 0ラム以上の増量を行い急速も時速1 4 0トル台に上昇。大学4年時には先発投手として中部大発の全国大会進出の原動力となる。愛知大学リーグ戦通算11勝8敗。中日ドラゴンズなどを含む8球団のプロスカウトからも注目され、自身も 自分のことを欲してくれる球団ならどこでも行って投げたい途中に球団 OK の姿勢だったが4年や秋に再び左肩を痛めた影響もありドラフトでは指名に漏れ10日以下に入社入社後も肩の治療のためほとんどを投球をせずリハビリに専念したトレーニングを続ける地道なリハビリの結果翌年6月には痛みがほとんどなくなり再び投手として マウンドに立てるようになった。入社2年目の都市対抗予選では、抑えとして活躍。故障前の中部大時代には 75kg の細身だった体重も地道なトレーニングにより、さらに 10kg 以上増え、時速1 4 0キロメートル台前半だった球速が、最速時速 150km にまで増し、再びプロのスカウトが訪れるようになる。 2010年10月28日のドラフト会議では、新聞ニュースなどの前情報ではほとんど取り上げられていなかったが、スピードのある即戦力投手を欲していた広島東洋カープに4位にて指名され、同年11月16日、契約金4000万円、年俸1000万円で仮契約。背番号は30。プロ1年目の2011年は2軍でも10試合で、 防御率8.22と結果を残せず、一軍での登板機会は与えられなかった。同年の春季キャンプから王の豊か投手チーフコーチから提案されたサイドスローに挑戦し、紅白戦4試合、投球回8回で1失点と好投。2012年の沖縄での一軍春季キャンプに参加することが決まった。同年シーズンは、左の中継ぎとして2軍で37試合に登板。 防御率1.17と高成績を残すも、1軍での登板はなかった。3年目の2013年シーズンも中継ぎ投手として、2軍で24試合に登板するも、防御率3.50と防御率を前年から大きく、落とし、1軍での登板はなかった。10月29日に、戦力外通告を受けた。長い左腕から放られる時速1 5 0トルのストレートのほか。 スライダーとチェンジアップ、また自身がアピールポイントにも掲げているシュートを使う。シュートは中学時代に独学で覚えた。2011年の周期キャンプではサイドスローへの転向に挑戦した。巨人の二軍キャンプの場所だった宮崎県清武町の出身でもあり、子供の頃は毎年キャンプを見学に行くほどの巨人ファンであった。高校時代には当時新人だった。 野間口隆彦がブルペンで投げているのを見て直球の指のかかりを参考にしていた。また、同時期に自身が後にドラフトで指名されることになる広島のキャンプを転覆球場まで見に行ったことがあり、その練習の前のアップの長さに驚いたことがある。ありがとうございます。